こんにちは。お疲れ様です。40代、50代の皆様、ダイエットうまくいってますかダイエットとは言わなくても、やっぱり健康上のね、問題を抱えたくない方、もしくは抱えてらっしゃる方、食事によってその健康状態を改善しようというのは、すぐに思いつくことですよね。まあでも、なかなか忙しくて調理する時間がないとか、食材をどこで買ったらいいのかわからないとか、まあそういった疑問、質問というのが、 もしかしかたらあるのかもしれませんそうこうしてるうちに調べるのもめんどくさいからそのままコンビニ弁当吉野家の牛丼こんな形で毎日がなんとなく過ぎていって今度から新しく食事改善しようかなっていうふうにまあ先延ばしになってるっていうのが現状じゃないかなと思うんですよ。で私今回ね思ったんですけどもあのまとめて作って冷凍庫に入れといてそれを溶かしながら1週間少しずつ おかかずにしてていいいくっうう方法はあるんんじゃないかなと思うんですよ、まあ、最近はねまとめ作りしてこう小さな器に入れてですねで冷凍庫に入れておいて1食ずつ出していくとか何だったらそれを弁当に詰めておくとかねそういった方法で、まあ、時短をしたりとかね、えー、このコストの節約をしたりとかプラス健康の問題を改善したりとかっていう、まあ、そういった方も男性でも多いかと思うんですよ。最近はそうですね 奥さんが弁当を作ってくれるっていう時代も終わりましたんでねだから男性は男性で自分の食事の責任を持たないといけないのかなとよく昔はね愛妻弁当とか言ってね奥さんは料理が上手だと旦那さんは健康で元気に働いて結局奥さんもいい暮らしを享受できるってところがありましたけども奥さんも共働きってことでそもそも奥さんがね自分の飯も作ったことがないみたいな卵焼き一つ作れないようなねまあそんな方も増えてるんじゃなかろうかと思います、まあ、そこに来てですね 料理の苦手な奥さんを持つと旦那さんは苦労するかなというまあそういう愚痴も聞こえてきそうなんですけども皆さんいかがでしょうかねで今回ねミスター M さんにクエスチョンなんですけどもここまでの話を前提としてね、えー、そうですね冷凍してまとめて作っておけるようなダイエットメニューはありませんかってことなんですけどもどうでしょうか冷凍するといろんな栄養素とかが変化しちゃってダメになるみたいなこともあるかもしれませんけどもでも当面ですね これだったら冷凍しても大丈夫じゃないのっていうのがあるかと思うんですよ。まあ、そういったものがありましたら、今度ね、ダイエットレシピに加えていただければ幸いでございます。それでは、よろしくお願いします。いってらっしゃい。